はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、三軸グッドスタッフというデッキをね組んできたんでご紹介していこうかなと思っております。まあ OCC の方ではね、存在していたデッキなんですけども、これマスターデュエルにおいて何が強化されてるかっていうと、スピードライドベイクマックス君がね、まず3枚使えるっていう点と、これ消化器使わないでレベル3に並ぶからね、プラスあとは、インボーカー返ってきてるというところで、レベル3に並ぶとね、インボーカーの展開からなんかものすごい場面作れるんですよ。まあイゾルで経由して、だから、まあ、今回はこれを主軸に考えてきておりますというところですね。レベル3に体並べるギミックが結構いっぱい入ってまして、まあ、例えば緊急テレポート。緊急テレポートが一番最強ですね。なんでかっていうと、セアミンが出せるんで、セアミンが出せるってことは、結局召喚剣を使わないでレベル3に体並ぶと。プラス、マダムスパイダー のトラップサーチもあるんで、なんか一妨害増えるというのもあって、緊急テレポートとか、あとはまあスピードロードベイクマックスとか、あと、未完工ですね。未完工は、レベル3を供給できる手段なんで、一応。なんで、大姫とか、あと、下司の準備とか、ね、この辺も入ってますと。あと、サイコトラッカーとかね。まあ、ちょっと枠がなく、こんな枚数になって、52枚とかいうね、バカみたいな枚数になってるんですけども、これなんでかっていうと、その手数を出しちゃったんですよ、とにかく。デッキの中に。引いて強いカード。重ね引きした、例えば勇者プラス緊急テレポートとか、なんか儀式の準備と、セアミンとか、なんかその貫通していけるように組みたくて、デッキを。やばいよ、手札誘発結構飛んでくるから、今、この環境ね。なんで、手札誘発を打たれた時に貫通していける手数がないといけないなと。まあ、高校も、手数が出れば、まあ、まくっていけるからね。だから、まあ、手数を意識すると、この枚数になっちゃったんですよね。最初はね、ちょっとね、セアミンとか、このフォクシチューの、ギミック入ってなかったんですけども、これね、あった方が強かった。これ入れたら、なんか勝率上がったんですよ。結構。なんで、まあ、ちょっとさすがに、しかも、これ、誘発やっぱ、吸収してくれるっていうのもあるかもしれない、セアミンが。だから、まあ、ここのギミックちょっと、足して、だいぶ、枠厚くなっちゃったんですけども、手数出るんで、こんだけ枚数多くても、まあ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 、全然大丈夫。っていう感じ。だから、まあ、手札誘発を貫通していける、プラス、まあ、後手も、まあ、手数でまくっていくみたいなイメージですね。まあ、後手は、まあ、基本的にはそのレベル3に並べて、フォーチュンチュンとか、この辺から、まあ、アーゼウスとかに、ぶち抜いていくみたいな、動きも結構するんですよね。はい。で、まあ、手札誘発もね、レベル3が、やっぱ、基本的に、いいので、まあ、うららとか、まあ、わらしとか、うさぎとか、この辺の、まあ、レベル3のチューナー娘たちは、まあ、結構強いんで入れてるのと、あと、こいつは緊急テレポートにも対応してるんでね、結構強いなというところと、あと、最低保証。展開の最低保証、これ結構大事で。今、こんだけ手札誘発飛んでくる環境において、やっぱ誘発食らったらもうなんか何もなくなるみたいなデッキって多分クソ弱いんですよ。だから一応、その、モンスター2体並んだら、まあ、ベルテラコンタ出ますと。まあ、モンスター2体並べられるのはまあ結構得意なんでね、このデッキ。なんで、並べられたらなんとかギリギリアナコンダは出ますという感じの構築にしてきました。こいつ怪しいですけどね、そろそろね。もうこの動画公開してる頃にはもはや消しになってるレベルかもしれないですけども。一応これでデスティニーフィーロー、デストロイフェニックスガイ君出して、まあ妨害構えていくっていう感じですね。はい。まあ使ってみていただければわかるんですけども、なんかこう意外と事故んないし、しかも手数めっちゃ出るから誘発貫通できるし、なんか先行かなりちまったんで、はい。というわけで、早速、デュエルご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。なるほど。まあ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 、悪くはないか。一応なんか G 止まりどころも一応用意できるし、まあワンチャンレベル3にて並ぶし、緊急テレポだと、緊急テレポート、まあ、このカードはやっぱちょっと強いですね、正直。緊急テレポートが最強という話ある。手札なんだっけ。これはさすがにセアミンか。セアミンしょ、あ、じゃあ、ウサギもね、これウサギも出せるから、相手のターンに一応妨害にもなるっていうね。緊急テレポートでウサギ出せばね。効果も困ってないか、ウサギちゃんは。さあ、セアミン効果、あ、そこウララ。なるほど。そこウララ。フォクシーまでね、結構ね、待ってる人とかいるんですけども、今回は、まあ、ここにウララ打たれたということで、まあ、進撃すればインボーカーにはウララ打たれないという話ありますな、これな。うん、まあ、インボーカーに誘発されたら、さらに、アラベスクとか、まあ、フュージョンデスティニーで貫通していくという話なんで、まあ、誘発撃たれたら、撃たれたところから、また、なんかその、盤面作り直していくことができるんで、やっぱこれが手数デッキのいいところですよね。あらもないらしいです。なるほど。あと2ビルだけかな。ちょっと2ビルケアできないけど、この盤面。まあ、メインフェンス終了って言えば、
多分ニベル打ってくれるから、ニベルの反応あればな、まあ、ニベルわかるからな、ニベルわかるんですよ、マスターディエル持ってる場合。なんかチェーンがさ、絶対チェーンするからさ、相手5回目の特殊召喚でさ、絶対チェーンするんじゃん、わかるんだよね。それがちょっと、まあ、良くないところであり、いいことでもあるかなっていう、こっちか。で、リナルディングを出していく。で、リナルディングの効果によって、ホームラン前を回収。ちなみにレベル3の、あ、うわらし強っ、マジか。そうなるほどね。まあまあ、それはまあ言うてでも、回収できなくてもそんなに問題ないな。なんでかっていうと、引いてるから。あぶねえ。全部すべきでケアしていこうとこう。視聴者の声、お前引いてるだけやっけ。すいませんでした。視聴者の皆さんの声を代弁しておきましたんで、もうこれ以上のコメントをおやめください。お前引いてるだけやんけのコメントをおやめください。で、リナルド特殊召喚していきましょう。で、これチューナーに扱いになってるんでね、この音声戦争がいる場合、手札が特殊感できて、で、この効果使うと、チューナーになるっていうね、まあ、バカ強い効果。で、迷わし取りちょっと一応装備しといて、まあ、これ墓地送っておきましょう。で、アナコンダする必要ないので、今回は、はい。フュージョンデスには何でかというと引いてるからですね。で、リプロドクス爆誕して、ほんで、まあ、効果で種属性にして、これあの魔法向こうおじさんを立っていきます。まあ、おじさんなのかおばさんなのか知らんけど。で、ヒロイックコール発動。効果、自分の墓地から戦速を特殊召喚。これでね、持続性レベル4のモンスターを特殊召喚すると、レベル4のチューナーと、レベル1のチューナー、かっこ持続性が、入れますので、まあ、ナチュルビースティングを爆誕させることが、できてしまうということですね、これね。強すぎ強すぎ一体戦ったら、まあ、ちょっとフィジョンデス引いてるから、リプロドクス残しといていいか。アナコンダする必要ねえもんな、別に。フィジョンデスにぶち込んで、これから打って、アナコンダいつもはするんですよ。なんですけども、まあ、ちょっと今回は、引いてるんで、普通にすびいてるんで、素引きしてる場合はこれ出しちゃっていいと言われてますね。まあ、一応こういう表示か。ライトニングスローととてもいいだろ。はい。デストロイングフェニックスガイ。出しておいた方がいいか。ディアボリックガイは。ちょっと。デッキトップディアボリックガイっていう地獄が起きる可能性かもしれないからな。次のターンでね。はい。まあ、これで。アーゼウスの的になっちゃうとかね。そういうのあるんですけどね。いろいろね。まあ、裏目はあるんですけど。まあ、手札4枚なんで相手。まあ、手が4枚でこっち3妨害があるんで、まあ、なんとか3妨害っていうか、まあ、ナチュルビーストが、まあ、永遠に妨害してくるから、まあ、3妨害かどうか怪しいけども。さあ、どうしますか。ナチュルビーストやっぱ強いっすね。結局。無限包容ですよね。まあ、ナチュルビーストが強いですよねって言った手前からナチュルビースト無効なんですけどね。やるやん。サイマレットマイニング。いいだろう。なるほどね。まあ、無効にする意味ないな。墓地壊してもあんま意味ないな。ああ、オッケー、サーキュラーね。了解。で、手札2枚ね。で、サーキュラー効果。特殊召喚し、どうしよっかな、これ。サーキュラーの効果無効にするか、それとも破壊しちゃうか、どっちかんでね。いや、これ破壊しちゃっていいんじゃねえかな。残機方程式だったとしても、多分エフェクトベルあるんで。ああ、はい。了解しました。これで、シグマの効果使うから、これ、バグガスが出ません。これサイバース毒縛りです。作るんでね。で、ディアボリックガイ爆破して、サーキュラー爆破することによって、サーキュラーの特殊に成功した時のなんかサーチするみたいな効果が発動できない。はい。シグマ単体。何？何？なんだこれ。ファイナルシグマか。いや、もうファイナルシグマはきついな。いや、大丈夫か。言うて、打点殴ればいいや。これ会社のターンのね、なんだっけ、ギアフリードいるんで。あ、ちょっとスプラッシュメイジ。はい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 、どうぞどうぞ。スプラッシュメイジ、これで一応トランスコードをして、みたいな動きかな。ま、エフェクトベラーなんですけどね。はい。いくらなんでもね、貫通力ある残機だとは言っても、手札4枚から、3枚だっけ ?4 枚だっけ ?4 枚からはアンモリギンという話ですね。はい。対戦、ありがとうございました。最強。いやー、この判断でね、いや、セアミンとね、このなんか水使いがいるとき、まあ、これがちょっとね、しょっぱいね。このデッキは非常にしょっぱいと言わざるを得ないかなといったところなんですけども、おっと、ない、やるじゃねえか。なるほどな。
まあ、ちょっと一応ね、うららそんなきつくないんで今、普通に墓穴はスルーで、まあ、ゾウジーが一番重いんでね、このデッキね、言うて。はい、召喚。セアミン効果。まあ、ゾウジーあるね、これ多分。エフェクトベイラーだったらちょっときついわ。オッケー。で、フォクシーチューン。いや、これ多分ゾウジーあるだろう。投げちゃっていいな。これ一回、フォクシー発動します。はい。で、相手、チェーンします。ゾウジーです。よし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 。よし！うららスルー生きた。で、墓穴。まあ、ちょっとゾウジーだけは重いんでね。まあ、ゾウジーさえ弾けば、展開はめちゃくちゃできるんで。このデッキ、レベル3に体並ぶし。レベル3に体並べば、まあ、一応、まあ、想定している展開までは、まあ、いけますよ、というのが、一応このデッキの売りなんで、デッキの特徴がするのはこれですね。ちなみにパンク展開特にしなくて、あ、これね、ちょっとね、枠あったらね、GP 入れるとかもできる、一応。ちょ、今回デッキ枚数バカ多いから、ちょ、無理なんだけど、GP 入れて、ここでランク3して、GP のランク3出して、GP 展開みたいなことももちろんできます。はい。まあ、ちょっと今回はね、戦速でムーブするんですけども、これ、デンジャラスガムが一応無限保養みたいな効果持ってますんで、まあ、一応無限保養持ってきながらランク3みたいな感じですね。まあ、だからこそ、セアミンが一番最強と。で、戦速2体並んだんで、ここからどんどんバカバカ手札増えますよ。で、イゾルで爆誕して、これ海外ではちなみにね、最近禁止になりましたからね。いいぞ、デク。これマジで、OCG でもそろそろ危ないかもしれないと言われてますけども、大丈夫でしょうか。リンクブレインズパック。リンクブレインズパック問題児しかねえから、マジで問題児しかいない。で、リナルディング出して、で、効果増。で、これで、アラベスクを回収。で、ベスク発動。で、対象リナルド。これ、リナルドをね、手札に戻すっていうね、このギミック強いよな、マジで。これ、めちゃくちゃ強いよな。で、ハレコか。で、レベル3回収。で、リナルド特殊召喚します。あ、リナルドのね、ちなみに特殊召喚する場所。これ、エクストラモンスターの真下にしてください。はい。リンク先の属性を変更するっていうね、この恐竜さん出すんですけども。恐竜さんザウルスを出すんですけども、この恐竜さんザウルスの効果で、属性化しとくを変更できるって効果ありました。リンク先のモンスターしか変更できないんで。だからまあ、リナルド出すときは、リンク先に出すと。はい。で、地属性。地属性になりました。ウィーってやって、ヒロキコール発動して、で、レベル4の地属性出して、ウィー。モーニングスター、マジでモーニングだよな。モーニングスター、マジでモーニングだよなの意味がわかんないけどね。どういう意味適当に喋りすぎじゃない？で、ホームラン前発動。まあ、一応ね、この三妨害がセアミンから行った時の、まあ、理想ムーブではあるね。デンジャラスガブ、何これ？あ、相手か。これいいいいいい。一応デスフェに、ナチュルビースと、デンジャラスガブっていう、セアミンから行った時の妨害が一応理想妨害ではあります。はい、緊急テレポートから行った時めっちゃ強いですけどね。そこに勇者とか混ざってるんで。勇者。ただね、アラメシア、緊急テレポートみたいな判断が一番強いわ。うん。トータル的な。アラメシアで、グリフォンライダーを、なんか用意しておきながら、相手の誘発牽制しながらみたいなのができるわ。それが一番強いと思う。で、これいいや。で、ベルテアナコンダ発動。こうか。で、フュージョンですね、ぶち込んでいく。まあ、最近ね、これ、楽融合に、皆さんしてると思うんですけどもね。このデッキは、3ターン目のまくりが、ちょっと打点が足んなくてできないんで、いつも。なんで、フュージョンデスティンにしているんですけど、フュージョンデスティンにすると、開始のターンね、ただでモンスターが2体湧いて出てくるんで、2体っていうか、まあ、ディアボリック 2回分衝突とか3体かな？ディナイアルで。ディナイアルディアボするから、いや、2体か。2体分だ。2体分の衝突するんですよ。モンスター数としてね。これ、お相手し、うららじーうってこの場面作られてたらどういう気持ちなんだろうね。うららじーうって、この盤面作られたらそうなっちゃうよね。強くね、このデッキ。いやー、なんもね。うわ、これ先行くれ。先行最強だった、これマジで。誘発ケアできないけど。いいエマージェンシーコール。うわ、これエッチな、エッチなデッキだ、俺、多分。うわ、エッジエロデッキじゃん、これ。出たー。ファリス、もう反動強ない？それ、やばくない？
よし、波動ミス切ってる。やば。ファリス。やばいやばいやばい。さすがにやばい。それは。いや、でも言うて先行損してるからだろ、あのデッキ。ダークロきついな。ダークロきついな、普通に。はい。ヒーローもそこそこ展開長えよな、これ。マジで。これ、ドラゴンリンクバレに展開長くね、このデッキ。マジで。プリズマ。あ、プリズマ、なんかあんま知らん。あんま知らん展開してんな。なんか俺の知らん展開してる。これ何で、あ、ソリッドマンか。なるほど。ソリッドマンでらっしゃるか。はいはいはい。なんか、エレメンタルヒーロー、アクアネゴスとか言う。なんかこれハンデスしようとしてる。ハンデスぶちかましてこようとしてる。ワンダッダードライバー来た。いや、これ多分ガッツポーズは来るよな、多分。ガッツポーズ、究極のガッツ、あ、いや、そうだね。ガッツポーズは来た。ガッツポーズ来てもうた。で、ミラクルフュージョンか。なるほど。で、これなんだ？あ、オープニングか。Wake up! いつの日も Always 日は昇る君の熱い思い届いてみれば Stand up! Stand up! ちょっと歌詞わかんねえ。Wake up your elemental かっこオープニング、オープニングを爆破すると、デッキから戦意速がリクルートできる。これ最強も、もう、最強のムーブですね。何ですかこれは。エアーマンですか。何がリクルートされます、これ。スピリットオブネオスですか。うわ、出た、スピリットオブネオス、来た。スピリットオブネオス、効果発動。エレメンタルヒーロー系の、マジックトラップカード持ってこれる。フェイバリットコンタクツ、オッケー。これ、アイドルターンに融合するやつね。で、エレメンタルヒーロー、スピリットオブネオス効果、リリースネオス出す。なるほど。やるやん。これ、ちゃんとネオス入ってるの偉いな。なんかさ、ちょ、なんかあんましないけど、ネオス系のヘルデバイス来た。なんかあんまし分かんないけど、なんかエレベーターヒーローネオス系のモンスター出していいのかな。フェイバリットコンタクトサーチしてて、フェイバリットコンタクトはなんかヒーローモンスターを融合相手ターンにできるよみたいな効果なんですけど、ネビラネオス、ブラックパンサー、はグランモール、やばい。なんかネオスペーシアンサーチしてる、やば。マスクチェンジ、え、強くね。ちょっと待って、ダークラもいんの。いや無理なんだけど、普通に無理すぎて笑った。うわ、かっこいい、めっちゃかっこいい。ダークロー最高だよな。マスクドヒーローダークロー、かっこよくて強いとかも最高だよな。え、なんか、プリズマ残ってるけど何その無駄なプリズマ。あ、弱え、単独。ちょ、待って、これどうしたらいいの、これやばいな、これ。なんかフェイバリットコンタクトでこれさ、え、待って待って待って、これさ、え、何出てくんのこれ。ネオス、エレメンタルヒーロー、ネオス系じゃなくてもいいんだよね、別に。ヒーローだったら何でもできる、できる。はい。え、これマジで何出てくるの、これ。ドルフィン、パンサー、ネオス、モール、え、やばくね、やばくね、ネオスペーシャル3体は。え、これ赤くないこれ。待って、あー、え、遊戯を終了しました。なんかこねくり回してるなと思ったら、そういうことが。劇的にキメモンスター使ってんじゃねえぞ。そういうことか、なるほど。いや、でもすごいな、普通にヒーローがなんか普通にできたぞ。やば、何もできん、何もせっといけない。ちなみにコスモネオス君の効果なんですが、なんか融合召喚に成功した時になんか発動する、これカラミティですね、カラミティ。なんか何にもフィールドで発動できないみたいな効果になってまして、まあモンスター出すことはできるんですけど、こうやって適当にね、まあなんもねえな、これ。なんか適当にセアミングとか出すことはできるんですけども、出して、うー、伊達引く。ちょ、デストニー、デストニーヒーロー、デストロイフェニックスガイさんの攻撃力ダウンの効果、ヒーロー多すぎてやばいことになってる。ヒーロー多すぎてやばいことになってる、マジでやばい。ちょっと、これ、どのくらいいるの分かんないけど、墓地に。ちょ、やばいって。スモネオスなんか、うまいな、出し方。なるほどな、めっちゃ参考だったわ。なるほど。打点揃ってやがる。強すぎ。強いからデッキ。マジか。ちょっと、相談にしてないモンスター出てきたんだけど。いや、これ、ちょ、1個言っていいですか。
レシピいただきます。